じゃあ、こんにちは。はい、ゆたかさん。はい、来ましたよ、今日も。ね。戻りましたね。戻りました。レギュラーシーズンに戻りました。はい、交流戦終わりましたので、通常通りの3連戦を振り返るの時間が来ましたが、どうでしたかね。まあ、交流戦の影響が出てくるかどうかっていうね、うん、まあ、失速したシーンも最後にあったし、うん、まあ、平均的にはみんなよく戦ったかなっていうような感じはしたんだけど、まあ、その影響だとかね、そういうものがあったのかどうかということ、はい、まあ、いい影響だったらいいけどもね、はい、はい、それといきなり両リーグとも首位攻防戦というね、ねえ、これたまたまのね、まあ、たまたまだろうけどさ、最初から決まってた組み合わせだから、まあ、そうだね、あれですけど、いきなり当たりましたね、はい、勢いね、 DeNA が優勝して、はい、勢いをつなげられるかとかね、うん、まあ、阪神がちょっとね勢いをなくしてる中、うん、DeNA がどう戦うかとか、うん、まあ話題は尽きないしね、一方ソフトバンクとオリックスもね、まあ同率で並んだ交流戦だからね、うん、はい、ということでいきますか。はい、はい、後半もよろしくということでね、ちーちゃん看板やちーちゃん、はい、よろしくよろしくお願いします、ね、はい、はい、それではセリーグから見てみましょう。はい、はい、ということで、はい、これはまあこういうふうな勝ち負けになりましたが、はい、DeNA と阪神は 3-0 で DeNA が勝ち越し、はい、はい、広島と読売ジャイアンツは2勝1敗で広島の勝ち越し、はい、中日とヤクルトは中日の2勝1敗の勝ち越しですね。はい、はい、そうですね。じゃあまず DeNA と阪神、はい、ね、DeNA は今永、はい、東、うん、バウアー、これはもう揃えてきたよ、うん、で阪神ビーズリー、はい、伊藤、はい、才木というね、まあ、こっちはどうなのかっていうような、ね、感じもするけども、でもまあまずまず揃えてきたかなというね、はい、情報とすれば、はい、昨年から阪神、横浜スタジアムで10連敗してるんだよね、このね、この横浜スタジアムだけでね、このカード今回のリーグの、今回の体制の前まで見たんですね。はい、ということで、はい、3対1、DeNA、うん、はい、まあ、今永完投9回126球6安打、うん、10奪三振1失点、まあ、大山に9回にね、ホームランを打たれるわけだけども、はい、その1点だけで抑えたというね、うん、まあ、ほぼ完璧というか、うん、まあ、そういうピッチングを見せてくれた、はい、で DeNA の方は牧がタイムリー、宮崎がタイムリー、外、うん、がソロホームランの3点を取るというね、はい、まあ4番5番ね、ここら辺のあのつながりというのは本当見てて頼もしいよ ね、 ね、でソロがさね、ダメ押しの3点目を取ってくれるという外選手ね、外ね、うん、阪神は大山1人だけと、まあ、3番にノイジー、5番に佐藤が入ってるんだけど打てないという ね、ランナーがいればというようなね、うん、まあ、ノイジーがね、同点スリーランかっていうあたりを8回に、うん、まあ、ちょっと打ってるんだけど、うん、まあ、それをライトがね、うん、まあ、候補したという場面もあったけどもね、ちょっと詰まらされてるという、はい、で8回に、まあ、今永がちょっとボールが浮き出したんだ、うん、ね、でちょっと危ない場面もあって、初めての連打食らってみたいな、はい、でピンチを迎えてノイジーで、うん、まあ、ロイジーをライトフライ、まあ、ここら辺でもう変えるかなと思ったんだけど、うん、やっぱり、ね、交流戦の最後のね、まあ、伊勢と山崎康晃の投球を見てると、やっぱり今永の方が安全だなっていうような感じはしたんだろうね、うん、で、まあ、完投に持っていったけどもさ、はい、本当だったら万全だったら多分ね、康晃とかに、うん、変えてたと思うんだよね、9回、うんうん、だからこういう126球を今永が投げちゃったということが、うん、だん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 疲れとして蓄積していかないように、うん、なるほど、していかないと、まあ、1年間持たなくなるよということ、まあ、今回に限りだといいですけど、まあ、そう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 、うん、まあ、モチベーションも高いだろうしね、はい、はい、ということで2試合目、はい、2対0、うん、DeNA 東完封という、はい、ね、9回116球5安打9三振0四球という、ね、で、まあ、もちろん無失点というね、うん、まあ、1回にね、まあ、関根が塁に出て、うん、セカンドに進んだ後に三盗してるんだよね、はい、伊藤のホームを盗んでね、はい、で、まあ、佐野がタイムリーという、うん、まあ、ピッチャーの足元に打ってってというね、うんうん、で2回は太田の二塁打、
ね、佐野が逆転、あ、佐野が進塁打、ワンアウト三塁を作って、はい、牧のセンターオーバーのタイムリー二塁打というね。はい、うん、だからやっぱ打線がつながるわ。これは2回じゃなくて6回ですね。あ、6回ね、はい、はいはい、タイムリー6回にね、はい、大谷二塁打、うん、まあ、佐野が進塁打を打ってね、はい、で牧のセンターオーバー、うん、まあ、チェンジアップを引きつけてセンターに持っていった。近本普段だったら取れるかなって言ったところなんだけど、うん、なんか阪神がちょっとノリが悪くなってきてんなっていうようなね、うん、全体的にそのまあ、前半飛ばしてはないだろうけども、勝ち続けていたそういうものが疲れとなって出てきてるのかなというのを感じがしたよね、うん、なるほど、まあだけど、まあ、牧のね、うん、4番としての仕事、まあ、阪神は2回ノーアウト1、2塁で6番森下が打席に立つんだけど、はい、うん、まあ、序盤ということもあって遅らせなかったんだよね。で強行に行って、まあ、その後森下、梅野、木浪って打ち取られるんだけども、うん、まあ、ここら辺でちょっとバントがあってもよかったかなっていうようなね、うん、まあ、これ終わってからだからさ、ね、まあ、なんとも言えないけども、うん、やっぱ東の今年の調子を考えると、まあそう、東と森下の実績を考えると、まあバントがあってもよかったのかなというね。こう確実に1点をまあ、取れるかどうかという保証はないけど、まあ、チャンスを広げるという意味ではね、うん、まあ、そういう作戦もあったかなっていう、まあ、序盤だったから、はい、まあ、強行に、うん、また打順も下がっていくんでね、うん、まあ、そういう風になったのかなというね、まあ、チャンスと言っていいのはもうほぼこの回だけというね。なるほど、うん、ただ、はい、終わってみれば、ま、っていうことですよね。そうだね。で東はね、うん、この日も無四球だったんだけど、はい、もう65人ぐらいで 5四球ぐらいしか出てな出してないんだよね、うん、本当にコントロールがいいわ。本当にフルカウントになるけども全く出しそうじゃないね。ストライクだったらいつでも取ってやるっていうような、うん、まあ日本ハムの加藤のようなコントロールの持ち主だね、うん、なるほど、はい、はい、でこの日ハマスタ12連敗になったっていう ね、うん、まあ、東のコントロール良かったね。はい、はい、3試合目、うん、バウアー才木、はい、5対3 DeNA、はい、まあ、これは投げ合いが楽しみなバウアーと才木の両投手なんだけども、はい、バウアーは6回3分の1、うん、114球7安打7三振、うん、3四球の3失点という、はい、まあ、いいのか悪いのかちょっと分かんないけど、そうですね、デッドボールも1つあったので、まあ、そうだね、はい、だから4四球になるよね。ですよね。うん、で才木、うん、5回89球7安打3四球4失点という、うん、才木はねずっと交流戦の時に粘って粘って点を上げなかったんだよね、はい、でもこの日はあっさりということなんだよね、うん、で4失点の仕方が悪いという、うん、でも DeNA 逆に言えば DeNA の取り方がいいというね、うん、で2回に1点、はい、3回に2点、うん、5回に1点、うん、6回に1点、うん、まあ、6回の失点は違うけども最低ではないけどもね、うん、これね6回までに0点が2回しかないんだよ。初回と4回ですね、だけでしょ、うん、それねちいちゃん、そういう風な点の取られ方ってどう思う？なんかじり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 、そうなんだよ、なんか嫌な感じですね。そうだよね、うん、だから3人で帰れないとかさ、また点取られたとかさ、うん、点取るのにでも阪神みたいに5回に、うん、あの2点を取る前川大山のタイムリーで、この2点だけなんだよ。前川と大山 ね、うんうん、でこれだとね、まあまあいいよ、そういう回もあるわで済ませるんだよ、うん、でずっと0点に来てたから、うん、だから才木みたいに点を取られる取られ方が悪かったね今日はね、うん、うん、だからそれもクリーンアップが4打点、うん、佐野、牧、宮崎、はい、このクリーンアップで4打点というね、うん、まあ3試合終わって、まあ、クリーンアップの差も感じるし、まあ2ゲーム今永、東って、うん、DeNA は関東完封で来てたじゃない、はい、でね、伊勢とやっぱ山崎、康明の状態がちょっと分からなかったんだよね。なるほど。で今日投げました8回9回にね、うんうん、両方とも良かった良かった、
ああほっとした。いやここでとちらかったらこれはやっぱ苦しいぞと思うけど、はい、やっぱみんなが高いモチベーションで阪神に臨んだように、うん、彼の2人も調子云々は置いといてモチベーション高くマウンドに来てくれたね、うん、まあ、これが大きかったと思うね。なるほど、はい、やっぱこの前2試合投げなかったっていうのもありますか。まあちょっと気分転換にはなったかもね、うん、でみんながやってる姿を見てよし俺らもっていうような、うんうん、まあ今永の完投、うん、ね、東の完封見たらさ、うん、よし今度は俺らが助けてやろうみたいなそんな気持ちになれたかなっていうような感じがするよね。はい、はい、これで阪神はハマスター13連敗というね、DeNA は13連勝というお得意様ですよね。なんかね、うん、ただね、うん、この日佐藤が2軍に行きました、うん、そうでしたね、うん、登録抹消になった、うん、ね、もうちょっと手こ入れをし始めたね岡田監督、うん、で阪神は打順を入れ替える、はい、鉄板の近本を2番に据えて2番の中野を1番にしたという、うん、で前川を3番に入れ、うん、5番に糸原、はい、6番に森下、はい、ね、これがどうなってくるかということだよね。ね、うん、ちょっと今日はどうでしたかね。前側はね、うん、楽しみしかないんだよ、うん、で前側の失敗って許されるんだよね、はいはい、うん、で森下もそうなんだけどさ、うんうんうん、やっぱ前半戦良かった時って何にしろ 1,2 番が塁に出てたよ、うん、中野はまだ保ってるけど近本がちょっと元気ないな。なるほど、うん、だから近本がやっぱチームを引っ張っていくようにならないとね、うん、頑張ってほしいと思います。はい、バウアー投手、はい、ね、5勝目ですね。バウアーね、うん、喜んでたね、あなたバウアーバウアーバウとしてね、アウトになったんだよ。すっごいいいバウトしたんだよ、ね、うん、でライン上の右を走らなきゃいけないんだけどそれ走ってたんだけど最後の3歩ぐらい打ち入っちゃったんだよねでヘルメットのボールが当たってびっくりしてたけど、うん、あのベースを踏んだ時に手叩いてたけどさいやいやお前はアウトだからみたいなまあ面白いやつだよねあいつね、もう本当にね、うん、はい、ということで、ね、そんなことではい、はい、続いて広島巨人、うん、ね、巨人はね、交流戦絶好調になってきたから、うん、なんか楽しみだよね。はい、広島も、まあ、5割という、まあ、そんなに悪くはなかった、はい、はい、広島栗大瀬良森、はい、ね、巨人は井上温人、うん、まあ、久しぶりはねやっと戻ってきた ね、 ね、はい、でメンデス山崎伊織という、うん、はい、ね、はい、はい、ということで、まあ、1試合目、うん、5対3、はい、巨人、リーグダントツの18号勝ち越しホームラン、交流戦での MVP というね、岡本が打つという、で優勝チームではない、はい、チームから選ばれるっていうのは18年の吉田正尚以来の快挙ということでね。なるほど、はい、でこの日は吉川が2回にホームラン打って先制、うん、ね、4回には岡本ね今言った、うん、はい、で8回にはダメ吉の中田の儀比とか、まあ、そういうこともあり、まあ、勝負はがあったと、うん、で広島も粘るけども5回ワンアウト満塁、はい、まあ、ピッチャー変えてたんだよね、井上から横側に、うん、でこの回ピッチャーゴロをトンネルしたりだとかさ、うん、バントのどうしたんだっていうことを見てると満塁になっちゃったんだよ、はい、で秋山に回ってきて、うん、秋山がなんと 1-2-3 のゲッツーというピッチャーゴロゲッツーという、うん、でチャンスを一気に潰したというね。で広島の方が中継ぎ陣、うん、まあ欲はなってきているんだけど森浦が西球でピンチを広げ、まあ、2失点というね、うん、まあ、フォアボールもあったりとか押し出しあったりだとか、まあ、そういうことでね、広島が1戦目を落とすという、うん、で栗で落とすと痛いよね。栗は最も安定してるピッチャーなんだけど、はい、まあ、岡本にやられたかなっていうような感じがするね。うん、はい、でこの試合で初回、うん、なんとそうですよ、坂本が打ったのが菊池への内野安打になった時に一塁を駆け抜けた時に右太もも肉まられ、うん、ね、一番バッターを失うという。ちょっとまたここでチームの状態が良くなってきていただけにね。 うん、それとね、坂本が一番に入ることによってある程度固定で戦えてたんだよね。なるほど、
うん、で丸も良くなってきてたしさ、うん、だからこの一番を固定できなくなるっていうのがやっぱジャイアンツにとっては本当に辛くなると思うよね、うん、まあ坂本はまあ早くてオールスター明けかな出てくるのが、ね、1ヶ月はかかりますね、うん、これは時間がかかるわ、うん、はい、まあ、またね無理して出てきてまあまあそうだね、何回冷めてもっていうこともあるので、そうそうそう、はい、はい、ということで2試合目、はい、3対1、うん、広島ね、はい、大瀬良が良かった、うん、ね、もう安心した大瀬良勝てなかったけど大瀬良が7回103球、はい、3安打9三振、うん、3勝目というね、はい、大瀬良がこの時点で3勝目というのは少ないぞ、そうです ね、まあ、負けがね、もういいピッチャーだけどね、はい、うん、でも三振をね9三振というね、うん、三振が取れたらっていうのがすごく自信になったんじゃないかなっていうような、まあ、3安打に抑えたこともそうだけども、はい、三振を多く取れたっていうのがやっぱ大瀬良のボールのキレを感じるよね、うん、はい、で3回に堂林のソロホームランで先制、はい、うん、まあ、4回にはこれまたね DeNA 戦でもあったけども、うん、ね、三盗したっていう、はい、上本が三盗してチャンスを広げるんだよね、うん、で西川がタイムリー3塁打、はい、ね、末金もタイムリーで3点目と、うん、ね、3点で末金が良くなってんの、すごくね、力みばっかりだったんだけど、うん、でもここに来てやっぱランナーがいる時いない時、うん、状況によってバッティングが変えられるようになってきてるよね、うん、うん、だから非常に末金が楽しみになってきたなっていうような感じがしました、このバッティングを見てね、なるほど、はい、でジャイアンツの8回、うん、秋広の犠牲フライだけなんだけども、まあ逆転でね、逆転ができる満塁まで作って、はい、まあ、この日は岡本が不発だったかなと、ふわふわしてね、まあそういうことで、うん、まあちょっと1点しか取れなかったね、はい、でやっぱ坂本の影響が出てるのかなというのが、うん、巨人はこの日俺吉川を1番にすると思ったんだけど、はい、重信を1番にして、うん、2番に吉川を入れたんだよね、うん、でもその重信がノーヒット、はい、吉川が2安打というね、うん、吉川の方がキャリア的にいいんじゃないかなとは思うけどもね、うん、うん、まあこれはね、うん、ちょっと分かんないけども、そうですね、はい、3試合目、はい、森と山崎よりね、3対2、山崎より山崎よりね、はい、で広島、うん、3対2、はい、ね、森はプロ初勝利、おめでとうございます、ね、可愛い顔してね、うん、で5回78球6安打、はい、これがいいよ、0四球、はい、まあ2失点、うん、2失点はしたけどもね、でね、その森が降りた後に、うん、大道がつなぎ、はい、栗林が抑え、はい、島内が頑張り、うん、座席がセーブをするという、だから非常に緊張感もあったと思うしね、うん、森への一勝っていうのをねプレゼントするのに、でもみんな頑張りました、はい、ね、それを手助けしたのがデビッドソン、2回にツーランホームラン、うん、デビッドソンはね2軍に行った時に、まあ、交流戦の途中から上がったけども、うん、2軍戦で一生懸命やってんのよ、家族が来ながらね、うんうん、家族もデビッドソンが2軍でやってるなんて思ってなかったと思うんだけども、うん、でもそれでも一生懸命やってね、ああでもあの姿を見てるとデビッドソンは打つだろうし、まあ、応援したいなと思って見てたから、はい、まあ、よかったなと思ってね、うん、で4回には西川田中の、うん、2本の2塁打で3点目を取るというね、はい、だから、まあ、非常に心温まる、うん、なんか広島の試合だったかなという感じがするんだけど、はい、まあ、巨人心配なのが、うん、今日は1番オコエ、まあ、左だったからね、うん、日替わり打線になってきたのがちょっと心配だなっていうような、そうですね、うん、ちょっとねやっぱ坂本がどしっといるだけで全然違うんだなっていうね、改めてちょっと感じることがあるよね、うん、この坂本選手がいない間ね、誰かがもうどしっと入れるような存在が出てくれば、そうだね、いいまあ守備はね門脇が多分ショートでねしっかり守ってくれると思うんだけど、うん、やっぱ1番っていうことになれば、ね、やっぱ副将とかね、うん、そういう位置にいる吉川だよね、うん、で DeNA 戦阪神ね1位と2位が入れ替わりました、はい、でこのカード
3連戦終わって、うん、このカードも 3、4位が入れ替わりました。そう、そこもね、こう交流戦前とね、ね、ちょっと違うね、後でちょっとね、目まぐるしくなってますが、はい、はい、という3連戦でした。はい、はい、中日破ると、うん、ね、中日小笠原メヒア、うん、涌井、はい、ね、ヤクルトはサイスニード小川、高橋、うん、ね、1試合目4対0、はい、ヤクルト、うん、ね、サイスニード頑張りました。来日初完封、はい、9回105球6安打6三、5三振、うん、1四球の無失点という、はい、まあ、チームの今シーズン初完投でもあり初完封でもあるというね、うん、中日は今季15度目の完封負けという、はい、15度目の完封負けっていうのも多いよな。まあサイスニード中日に対して非常に相性がいいんだよね、うんうんうん、7戦7勝、うん、バンテリンでは4勝0敗という、うん、相性がめちゃくちゃいい。そりゃそうだね、ピッチャーにとって天国みたいな球場で投げてるやっぱ広い、ホームランがなかなか入らないというね、うん、まあそういうこともプラスになってるのかなというね、うん、まあそんな感じがする。この時期になるとこう先発投手が完投するっていうケースが増えてくるんですか？いや本当は減ってくるんだけど、そうですよね、うん、まあだけどドームとかが多くなってきたからね、うん、そんな気象条件とかあんまりね、まあそれと休み明けとかさ、うん、まあそういうこともあるよね、まあ、体力温存ができてたというね、はい、でこの試合で一番に入った並木がプロの初、プロ初の猛打賞、はい、3安打、うん、3塁打にプッシュバントセーフティーにで内安打が1本という、うん、ね、この足で引っかき回したというね、はい、4回には村上の先制2塁打、うん、8回には並木、中村、山田のタイムリーで決めるというね、はい、並木はタイムリーになってなかったけど中村と山田のね、うん、タイムリーがあったという、はい、はい、まあそういう試合でした、はい、で2試合目、うん、メヒア来日初先発、はい、3対1、ね、中日、はい、まあ1回村上の犠牲フライで先制するも裏に細川のタイムリーで同点と、うん、もう簡単に1点取るんだけど簡単に1点上げてしまうというね、ね、うん、まあ、こういうことはやっぱ小川が7敗なんだけど、うん、これワーストなんだよね、はい、うん、やっぱ勝てない要因かなって、まあ打ってくれないこともあるけどね、はい、そのメヒア、うん、4回94球1安打、うん、いいじゃないかと思うけど5四球というちょっと多かったですかね。ちょっと多いな、制球がな、うん、これからどう安定するのかどうかっていうのは分からないけど、まあなんていうのかな、安定すればすごく勝てるようなピッチャーかなというね、うん、でも1失点しかしてないというね、うん、いうことだよね、はい、はい、まあ力はあるよね、うん、ボールにね。で7回、はい、初回以来のヒットを打つんだ、うん、初回1点取ったでしょ、はい、ね、小川から、はい、それ以来の7回それまで打ってないんだからヒットな1本も、うん、で7回に初回以来のヒットを福永が打つんだよね、はい、でその後送った後石橋やりましたプロの初ホームラン、プロ入り初ホームランの決勝点を叩き出すというね、うん、あこれはさ言えば宇佐美効果かもわからないよね、うーん、キャッチャー石橋、なるほど、ツーランホームラン決勝弾、なるほど、だからやっぱり木下の離脱の後、うん、いや俺だろう、いや俺頑張らないとって、今頑張らないといつ頑張るんだみたいな、うん、宇佐美トレードマジみたいな、マジみたいないやそうじゃない俺が守ってやるみたいな、そういうなんか競争意識でいい結果が生まれてるんだったらいいね、うん、うん、いやでも本当に、ね、効果あるね、このトレードはちょっと話題になったりもしたので、そう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 、だから石橋選手からするとね、うん、あれ死活問題だから、うん、うん、だからそういうのが刺激になってるんだったらいいトレードだったなって思うよ ね、うん、うね、うん、はい、おめでとう、はい、ね、でこの日松山、うん、勝野、祖父江、清水、マルティネスで、うん、を好リードするんだよね石橋が、はい、ヤクルト打線を 4安打に抑えるというね、うんうん、でこの中で松山、はい、投げっぷりいいな顔もいいよ、うん、うん、で3試合無失点、はい、ね、本当にこのピッチャーは、うん、またで中日のスター候補に出てきたかなってピッチャーでね、うん、だから注目してくださいよ、
ねえ、これ育成からということで、うん、ねえ、いや結構投げっぷりいいしね、うん、球力あるしね、男前だよ、うん、あ、坂東と為春じゃないかっていうぐらいの男前だよ俺は嫌いじゃないね、あの顔は宇多田さんのそう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 好みの顔だった、男っぽいからね、なるほど、はいはい、はい、で、この試合で宇佐美が代打で出場という、ね、そうでしたね、うん、まあ、登録されたなというか、中日での初出場ということでね、はい、はい、で、3試合目で、涌井高橋5対1中日、うん、はい、うん、この試合はね、聞いて驚くな、ん、今日は5本のタイムリー、中日が、はい、5本もタイムリーが出ちゃったみたいなびっくりしちゃうぜ、ね、全12安打ですからね、うん、はい、だから2アウトから5回2アウトからだよ、うん、ね、大島の7安打をきっかけに、はい、ね、フォアボールを挟み、うん、ビシエド先制タイムリー、はい、細川タイムリー、石川がタイムリーという、ね、うん、3点を挙げるんだよ、はい、でね、まあ、3点挙げるけどもやっぱり1点、その次の1点をどっちに取るかってよく言う話があるんだけども、うん、6回に村上がソロホームランを打つんだよね、はい、まあ、打たれるんだよね、中日からすると、うん、で、流れがどうのこうのって言ったけども、その6回裏、リュークが三塁打、大島が内野安打、これも2アウトからなんだけども、うん、タイムリーを打つという、うん、この1点でやっぱゲームが落ち着いたね、うん、うん、だからやっぱ大事だなと思ってさ、はい、5本のタイムリー、うん、これはいいなみたいな、涌井が3勝目、ねえ、ね、もっとしててもいい、もう、まあ、ようやく6勝7勝しててもいいようなピッチングをしてくれてるんだけども、はい、まあ、ヤクルトは7安打、うん、まあ、してるけどあと1本が出ずというね、うん、まあ、初回、はい、並木が2塁打、青木村上が連続四球ということで、うん、まあ、涌井の立ち上がりもあんまり良くはなかったんだけど、はい、その満塁からワンアウト、オスナは空振り三振、サンタナ見逃し三振、これがやっぱ全てだったかなという感じがするね、まあでも涌井が勝って、ね、はい、細川とヒーローインタビュー上がってたけども、うん、ね、涌井にいつも細川が背びるらしいご飯連れてってくれると、はい、ね、で、まあ、いつもおごって やってるらしいんだ、うん、で、また連れていかなきゃいけない、ね、財布ももう寂しくなってきた、うん、ね、細川に誰かスポンサーになってくれる人はいませんかみたいなまあそういうインタビューをしてたけどさ、まあ、そう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 でもまた肉がいいというね、うん、ことを言ってたけどもね、はい、まあ、面白いヒーローインタビューだった本当ですね、はい、ということで、まあ、セ・リーグはこういうことになりました、はい、で、総括すると、まあ、やっぱり周攻防戦が気になったということで、うん、今回あれですね、うん、1位、2位、3位、4位、5位、6位の対戦だったんですね、そう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 、うんうん、で、あ、ここも順位が変わっちゃったんじゃないのかな、そうだよね、全部変わったね、そうそう、順位がね、だからそういうことになったので、こう全部そこを細々こう変わっていっちゃいましたね、そうだね、うん、はい、横浜横綱相撲、はい、ね、苦しい阪神、うん、その差は何かというと、うん、クリーンアップだね、なるほど、これは違うわ、やっぱ岡田監督も、うん、やっぱの維持が佐藤があって、大山だけはいいんだよ、うん、大山一人で頑張ってるんだけど、やっぱ大山を支えるね、強払いがいない、うん、だからここら辺がやっぱ DeNA と違う、佐野、宮崎に挟まれた牧、うん、ね、牧がしっかりしてるからやっぱ2人も生きる、うん、2人が挟んでるから牧も生きるということで、うん、やっぱ支え合ってるよね、ね、牧選手もね、インタビューで前言ってましたもんね、そうだね、僕が気楽にいられるのはっていう話してましたよね、そうそうそう、うん、だから、うん、これを岡田監督っていうのは阪神は今までね、うん、本当にうまくいってたと思うんだよね、で抑えも含めたりだとかいろいろこっからだよ、どういう手腕を岡田監督が見せてくれるのか、うん、まずは岡田監督は佐藤輝を2軍に落とした、うん、調整してこいということで、で抑えを誰にするのか、だから監督ってさ、いい時は誰がやったって監督なんだよ、できるんだよ悪い時にどう立て直すか、そうですよね、うん、だからここがやっぱこう楽しみだし、次の3連戦楽しみにしたいなと思うよね、うん、はい、はい、まあそういうセ・リーグでした、はい、パ・リーグです、はい、ね、パ・リーグも、はい、まずは首位攻防戦があったんですけど、はいはい、ソフトバンクとオリックスはソフトバンクが2勝1敗の勝ち越し、はい、ロッテと日本ハムはロッテが2勝1敗の勝ち越し、はい、楽天と西武は西武が2勝1敗で勝ち越しということでした、はい、ということで、はい、パ・リーグもね、こういう結果で順位が、うん、まあ、動いたんだよね、上位が ね、 ね、コロコロっとね、そうですね、はい、それではソフトバンクオリックス
ね、いきます。ソフトバンク、はい、有原、東山、バンド、うん、オリックス、山本、山岡、山崎福也、ね、はい、この1戦目、うん、ね、まあ有原、山本、うん、もうこれはもう先発がどういうピッチングをしてくれるかで、うん、もう大体勝負が決まるという試合だったと思うんだけど、はい、7対1ソフトバンク、はい、ね、有原8回109球3安打、うん、6三振0四球1失点という、うん、で初回に失点をするんだよ有原がね、はい、だけどその後どう立ち直っていったかっていうとさ、うん、やっぱ右バッターの膝元に、うん、なんていうのツーシームを投げ込んでたね、うん、だからそういうことで非常に立ち直りのきっかけを作ったし、はい、オリックスが打てなかった原因の一つだったね、うん、で山本、はい、6回101球、うん、8安打6三振、はい、0四球4失点という、うん、4失点って、ね、うん、2回にね下位打線今宮と下位に打たれるんだけど、はい、そこから上位打線に持っていかれるんだよね、うん、でね俺びっくりしたのがやっぱソフトバンクのバッターたちって優秀だなと思ったのは、うん、全球種を打ったよ。おお、何かっていうふうに偏らずに、うん、だからまっすぐ狙いでまっすぐ打つっていうのはさ、それは打てるかもわからない、うん、でもまっすぐ狙っててフォークとかまっすぐ狙っててカーブとかそういうのっていうのはあんまり山本かなっていうのはそんなに見る光景じゃないんだよ、うん、でもそれを全部変化球拾っていったね。でまっすぐは強く叩き切ったし、うん、だからこう2回までに4失点だよ。だからまあその山本のショックかもわかんないけど、さすがだなと思ったのがさ、はい、3回から投球パターン変えるんだよね。あ、カットボールを多投するようになった。うん、でカットボールを軸に打ち取りに行くんだよね、はい、うん、だけどこの攻撃はやっぱりソフトバンクは見事だったなと思ってね、みんなの集中力が高かったなと思って、うん、だから今宮、甲斐、中村、牧原、はい、のバッティングは見事と、うん、ね、はい、そういう1戦目でした。まあ山本が4失点すればちょっとショックで、まあ、打てないよね、うん、うん、オリックスの方もで、ただねオリックスはねちょっと打線がちょっと湿ってる、そんな感じがした。うん、はい、はいはい、2戦目、はい、東山、山岡、まあ、3対2でソフトバンク、まあ、両投手とも非常に良かったんだよね、うん、はい、で2対2でずっと行ってて9回にドラマが起きそうになった、うん、まあ起きたんだけどさ、はい、なんていうの、紅林がツーアウトからオスナのちょっと変化球を拾って、うん、あホームランだと思ったんだけどフェンスの一番さてっぺん、うん、ここに当たって、ね、ここに本当にここに当たって、うん、落ちてきた。ここにあってあっちだったらホームランだったけど、どうしたら勝ち越しだったじゃん、ね、うん、だけどこっち戻ってきて後続が抑えられ、うん、手にならずというね、でその裏、三森が内野安打、はい、まあ、甲斐が送りバント、うん、ね、ワンアウト二塁からワゲスパック、うん、外国人だね、ワゲスパック、ワゲスパック、はい、の投球フォームを見て三森が三塁に盗塁するんだよ、うん、でワンアウトサードを作るんだよ、うん、でワンアウトサードとワンアウトセカンドではさ、うん、サヨナラのチャンスで外野フライでいいのか、うん、絶対ヒットがいるのかっていうさ、全然違ったシチュエーションなんだよね、でね、やっぱ勇気がいるよここで走るっていうのは。そうですよね、だってねセーフならなかったらね、チャンスがね、もう本当何言われるかわからないし三森はドキドキしてたと思うよセーフになるというふうに確信を持ってスタートはしたとはいえね、はい、でもその後、うん、やっぱさすがだね中村がね、高めに浮いてきたまっすぐを、まあ浮いてきたって言ってもかなりの速さがあるんだけどね、はい、センターの左にサヨナラヒットというね、うん、ただまあここで甲斐が送った後ランナー2塁になった時にね、うん、まあ、次に牧原と近藤っていうバッターが続くんだけど、はい、中村の後に、うん、これ申告敬遠があってもよかったのかなっていうような気はするよね。やっぱり、ね、一番のソフトバンクのくせ者って、うん、やっぱ中村だと思うんだよね。なるほど、まあ、牧原近藤っていうのもめちゃくちゃいいバッターで嫌なんだけど、うん、やっぱ
詰めた方が投げやすいというか守りやすいし、まあそういうことも考えなかったのかなっていうような感じはするけどね。なるほど、うん、なかなか難しい、まあ、難しい判断だけどね。ですかね。そう、うん、まあさよならでね、はい、ソフトバンク勝ちと、はい、で3戦目、うん、4対2、うん、オリックス一夜報いるというね、はい、一矢、まあ、一矢報いるというねこれはね、山崎幸也、うん、あいいピッチングしてたね。山崎幸也関東完封目前で交代したけども、はい、まあ、6勝目を挙げるという、うん、でオリックスは6勝のピッチャーがこれで4人になったと、ね、山本、山下俊平太、宮城、はい、で山崎幸也、ね、すごいね、はい、6人目の6勝目、まあ、8回3分の2、4人目の6勝というね、はい、もうね頭なんかぐるぐるになってるけど、ね、間違い多いよ、ちっちゃい頼むよ、はい、で8回3分の2、109球4安打、はい、2失点、うん、ねえ、持てなかったね、柳田、うん、ねホームラン打たれて、ツーラン、ねね、交代したけど最後ね、はい、まあ、平野がしっかり抑えてくれたというね、うん、で4回2つの四球から満塁、西から、杉本、紅林がタイムリー、はい、ね、7回には森のタイムリーというね、うん、効果的な点の取り方をしてて、まあ、森のタイムリーがやっぱ9回の柳田のツーランを打ったんだけど、うん、中村を置いてね、はい、まあ、7回に放ってた森のタイムリー1点が、まあ、大きかったかなっていうような気がするよね。はい、はい、あ、やっぱピッチャーと、まあ、いろいろあったね、この試合でも、うん、まあ、有原の立ち直りだとかさ、はい、山本の打たれ方、うん、ね、三森の三投、ね、山崎幸也の、うん、ね、回答という ね、 ね、まあ、調子いいな今年ね、山崎幸也、うん、ね、はい、まあ、素敵です、はい、はい、ということで次、うん、ロッテ対日本ハム、はい、ね、ロッテ種市、メルセデス、うん、西野、日本ハム加藤、うん、噂は鈴木、うん、はい、ね、はい、まず1戦目、うん、5対3、はい、日本ハム都会、うん、万波のタイムリーで先制、はい、ね、5回は石井1番に入るんだけど二塁打、うん、で松本がタイムリーというね、効果的な点をどんどん上げていくんだけども、うん、まあ、7回にね、これ点の取り方が非常に面白い、うん、ノーアウトランナー一塁から石井に強行するんだよ、うん、いやここで送らせるのかなって、次の松本もタイムリー打ってるし、うん、でも強行するんだよね、なぜか、はい、だから松本には送りバントさせるんだよ、うん、二塁からで清宮タイムリーという、うん、普通さ江越が出ててノーアウト石井に送らせないかなと思って、ま、どっちみち送らせるんだったらまずはってことですね、まずはという、うん、だからここら辺がねやっぱね新庄監督の勘、そう、うん、この勝負勘というのがねやっぱ冴えてんのかなっていう、うん、まあ、自分を信じるというかね、うん、で清宮がそれに応えてタイムリーを打つというね、うん、でこの日加藤、はい、6回3分の2 95球7安打、うんうん、無四球2失点というやっぱ無四球やっぱねこうやってね3連戦を振り返ってるとね、うん、無駄なことをしてない人が勝つね、やっぱり。なるほど。だからね、フォアボール出さない人が勝つよ、やっぱ。安定的に。うん、うん、で、この試合で、まあ、リリーフ陣も頑張るんだけどさ、はい、まあ、昨年 3.83、うん、あった防御率が、今季 2.67 に下がってんだよ。1.16 下げてんだよね。はい、で、玉井とか池田、うん、まあ、ここら辺が、非常に頑張ってるなというね、そんな気がします、はい、でロッテはロッテの4、5番ポランコ山口がいいだけに、うん、ね、まあ、ホームラン打ったりとかしてるよね。で1、2、3番の出塁が、まあ、今後の鍵というね。なるほど。あのロッテがいい時ってやっぱり1番の藤原とか友杉とか、うんうん、まあ、いろいろね人を使ったけども、うん、藤岡とかもね、やっぱり 1,2 番の出塁率ってすごく良かったんだよね、うん、だからやっぱそこら辺考えていかないと、やっぱポランゴは4番、5番山口、うん、まあ、非常に機能し始めてるからね、はい、だから無駄にしないように、はい、はい、で2試合目、5対4ロッテ、
初回ハンソンのエラーで先制される、はい、エラーが絡んでね、これハンソンもね初めてショートやるんだよ来日なんでやらすのかなと思うぐらい、まあ過酷に使っていくんだけどもさ、まあ面白いなと思うね新庄監督は。まあだけど、まあ、ハンソンがエラーして、だけどその2回、はい、ハンソン、江越、石井のタイムリーなどで、まあ、逆転をすぐするんだよね、うん、まあ、3回には万波のタイムリー、ね、ロッテ4回、うん、山口のツーラン、6回にはポランコの同点ホームラン、はい、ね、で同点だよ。で9回、これが面白いんだよ、9回上川畑が2塁打でノーアウト二塁、うん、ね、江越の送りバントを田村が、ね、三塁にフィルダースチョイス、あら、ね、うん、ノーアウト一三塁、はい、その後盗塁、江越が盗塁をして、うん、ノーアウト二三塁にするんだよ、うんうん、ああもう絶対絶命だと、本当ですね、石井は当たってるという、ね、タイムリーも打ってる石井、うん、ね、ここはどういうバッティングを見せて増田から見せてくれるか、うん、ツーボールワンストライクから、はい、スクイズ田村が見破ったんだよ、うん、ね、外した、はい、ランナーにタッチしたアウト、うん、ね、うん、いやすごいなと思ってよく外したなと思って、うん、でフルカウントになって、はい、石井の、カウントがね、うん、またスクイズ、また外されるというねえ、うん、これはスリーバントになるスクイズですけど、そう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 、これはあれですか、もう読まれていたということですか。だから2、3から、うん、まあ歩かしてもいいやと思って、うん、まあ、歩かしても、まあ、スクイズが一番嫌だなと思って、うん、絶対フルカウントからだったらストライクを投げに来るだろうという監督の読みだよね、うん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 、そうはさせるか外しちゃえみたいなスクイズだったら絶対あれだろうみたいな、うん、だからこれで1点を取りたかったらどうしたらよかったと、どうしたらよかったんですか、ね、江越をね走らせなかったらよかったんだ、うーん、それで石井にセーフティースクイズをやらせればよかったんだ、うんうんうん、なるほど、うん、これは江越選手はもうこれは走るというサインの中で走っているということですね、まあ、そう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 、で、うん、だけどね見事だよこれは、見事というのはバッテリーの、ああ外したのがやっぱね、あのね新庄監督の性格とか、うん、そういうのを読み出してるね、なるほど、で、その裏、うん、石井二三塁から安田がサヨナラ犠牲フライ、うん、これもね、ちょっといわくつき、いわくつき、あの、サードランナー和田、はい、で、外野フライに飛んだ、うん、松本がファールグラウンドで取ってんだよね、うんうん、これもう取らなくてもよかったのに取っちゃったんだよ、なるほどね、だけど、まあ、微妙なとこだったからね、やっぱ外野手として、いや、やっぱ取るのやめたと思って、フェアだったら、もうそのまますぐ終わりだから、際どいところだったんですか、まあ、際どいところなんだよね、難しいですね、その、いや、でもね、うん、外野手の感覚からしたら、あ、ファールだっていうのを分かったと思うんだよね、じゃあ、その瞬時の判断ということですね、うん、そうだね、まあ、それだから、日本ハムにとっては、すごくもったいない試合を落としたよね。またそれがね、ファールにしていただって、また不思議なことが起きたかもわかんない、ね、気がしますけど、はい、はい、はい、ということで、はい、3戦目、うん、6対5ロッテ、はい、ね、両先発投手が3失点でマウンドを降りるという、うん、まあ、西野と鈴木なんだけどもね、はい、まあ、1点差の8回、うん、まあ、杉浦が中村、岡、まあ、それぞれ連続ホームランなんだけど、ソロホームランを打たれて、はい、まあ、この2本のホームランが、うん、あ、9回9名のホームランが出るんだけど、うん、ツーランが、はい、まあ、1点及ばないということにはなったんだよね。ね、うん、でね、初戦の時覚えてる、うん、うん、初戦の5対3でロッテが勝った、あの日本ハムが勝った試合で、はい、昨年 3.83、 今季 2.67、 中継ぎ陣が頑張ってるって言ってたじゃん、うんうん、これがね、頑張れなくなってきてるんだよね、うん、で攻撃陣はまあ、新庄監督をはじめ非常にトリッキーに飛んだ面白い野球をしてくれるんだけど、うん、ちょっとね、中継ぎ陣が疲れ始めてるぞっていう、なるほど、うん、それを感じた、うん、だからここら辺頑張りどころだなっていうのと、はい、で、まあ、最近ロッテはホームランがよく出るようになったわ、うんうん、今日は角中、うん、2回にスリーランだって、スリーランだってもうびっくりしたよ
でも角野がもうホームラン打ってるからね、今シーズンすでにもう。本当ですよ。あとは山口が打ってくれる、まあ今日なんか中村岡が打ってくれるとかね、うん、これホームランが出だしてくると、うん、本当にロッテっていうのは足も使えるし非常に良くなってきてるよね、うん、だからポランコ山口がポイントを握ってるかなって思うよ、これは、うん、ね、あの和田光志郎選手もね、あホームランって思うよ、大笑いしてたらダメだよ、大笑いしてないでしょあれびっくりしてたみたいな、すごいと思って大笑いはしてない、わすごいすごいと思って、本人がびっくりしてたもんな、そうご本人がびっくりしてたんですけど、ね、その姿を見てびっくりしてたもんな、そうそうそうはい、ということで、はい、ね、そういう3連戦でした、はい、はい、続きまして楽天西武、則本、唐島、早川、うん、はい、西武、松本、高橋、コーナー、隅田、うん、ね、1試合目5対4、はい、ね、西武、まあこの試合でおかわり君が復帰するんだよね、はい、そうでしたね、うん、それで初回犠牲フライを打ってくれる、うん、8回には2点タイムリーを打ってくれるという、で3打数1安打3打点という、うん、ね、活躍を見せてくれるんだけど、はい、通算打点を1321点にして、うん、あの神様、川上さんを抜いちゃったんだよ、うーん、間違ったねかって神様だから、神様だからでも歴代14位というね、うん、まだまだ上は現役だからいけると思うんだけども、はい、まあ、14位に躍り出たというね、うん、うん、で楽天はね10安打と打ちながら、まあ、1本が出ない、うん、交流戦前まで良かった酒井が捕まるんだけど、はい、ちょっとやっぱ酒井も前半良かっただけに疲れが来てるのかなっていうような感じがするよね、うん、うん、だからなんていうの、まあ、酒井はすごく信頼度が高くてさ、石井監督の、はい、まあ、松井を休ませるために、まあ、酒井を使ったりだとかするケースがあったんだよね、はい、だけどその時点ぐらいからちょっと悪くなってきてるね、うん、うん、ちょっと酒井が頑張らないと、はい、でこの試合で昼間、うん、はい、ね、西武ドラフト1位、ね、8番ライトでデビューしたという、ね、あ、本当に結果は出ずというこの日はね、うん、まあ一つのフォアボールがあったのかな、うんうん、まあ、だけど飛距離はみんなで話をしてたんだけど50センチという、え飛距離ね、はい、プロに入っての飛距離、はい、これは三振したりだとか、うん、2打席目がキャッチャーゴロだったのかな、うんうん、あ1メートルかって言ったら、いや1メートルも飛んでないって言うからスタッフがあだからそうかみたいな、まあ昼間頑張れというね、はい、はい、いや待ってたからさ、うん、なんで昼間使わないんだとか、うん、そう思ってたからね、はい、上がってきてよかったなと思ってね、うん、はい、2試合目は、1対0西武、うん、唐島頑張りました、はい、ね、はい、投手戦、うん、2試合目はね、高橋コーナ ー久しぶりに良かったね、8回110球、うん、4安打3三振、まあ、三振はあんまり取ってないんだけども、うん、なんか打たせて取るというか、要所でこうギアを上げる、要所で抜くというようなね、うん、まあ、そういうメリハリの効いたピッチングがちょっと目立ったんだけど、はい、まあ、2四球、うん、で四死球が1個、はい、まあ、無失点というね、うん、高橋コーナーの力投に答えたのが、うん、2号ソロを打った5回に、はい、岸、はい、ね、それに続いて昼間がプロ初安打、うん、ね、一塁から源田のヒットで一塁から一気に三塁へというね、はい、まあ足もそこそこ速いよあの子、うん、だからいいなと思って、はい、いいなと思うし、ムードメーカーあの笑顔もね、屈託のない笑顔でニコニコしてくれるしで、まあ、一番不在というね、うん、まあ、西武の中で一番に向いてるかもね、なるほど、あいいかもわかんないね、まあ、左ピッチャーに対してどういう風な結果を残してくれるのか、うんうん、まあ、それが楽しみでした、はい、はい、で3戦目、はい、早川隅田5対2、うん、西武隅田が勝った、ね、よかった、よかったです、ね、で2回、うん、牧野、うん、隅、はい、を置いて昼間が先輩、早稲田の先輩なんだよ、はい、早川からプロ初のホームラン、スリーランホームランを、はい、左も打てるじゃないかみたいな、ま、さっきランナー誰を置いてって言いました、牧野、うん、隅じゃない、岸だ、
そうですね。そうそうそう。隅を置かない。そう、ね、はい。マキノンと騎士を置いて、はい、昼間が、先輩のね、そう早稲田の。はい、先輩の早川からプロの初ホームラン、なんと初ホームランがここから出ましたか。打った早川もびっくり、昼間もびっくりというね、うん、スリーランを打つというね、うん、でもうね、デビューして最初3戦目でホームランですね。ホームラン、はい、で先輩からね、そうです、もう記念すべき初ホームラン、まあ、早川としたらまさかと思ったと思うよそうですよね、この野郎打ち上がったみたいなでもね、後でね、思い返すとね、うん、あいつのホームランは俺かみたいな、うん、後輩、可愛い後輩からね、打たれたんだみたいな、うん、でも昼間からすると、あ、大先輩が打っちゃったみたいなね、うん、でも記念になるホームランだよね。いや、忘れられないでしょうね、はい、それも勝ち試合にしたからね、うん、はい、で、3回にはね、外崎を置いて、渡辺が、これも若い渡辺、はい、ね、うん、がツーランホームラン、はい、ね、なんか久しぶりに西武の豪快な野球というかさ、うん、そういうのが見れたなっていうね、うんうん、まあ、そんな感じがしたよ、はい、全得点がホームランというね、うんうん、それも若い2人、昼間と渡辺が打ってくれたというね、うん、で、隅田、ね、若いピッチャーが3勝目、はい、5回98球6安打、うん、0失点、うん、で早川4回94球10安打5失点というね、うん、はい、今日はやっぱりちょっと高めに入るボールが多かったな、うん、ちょっとショックもあったんだろうね、はい、昼間に打たれたというでしょうかね。まあまあそりゃそうだよ、うん、やっぱこう後輩だけど抑えたいというか、うん、先輩のその威厳を保ちたいというかさ、うん、まあそういうことはあったのかもわからないけどもね、はい、まあそういう3連戦です、はい、まあ、でパリーグは3強三つどもえ、うんうん、それを崩すのはあのチーム、あの鐘を鳴らすのは和田アキ子ね、ちょっともう違う合ってるけど、今それぶっこんでくるかなと思いますね。それを崩すのは日本ハムファイターズ、はい、なるほど、これはやっぱ面白い、うんうん、あの失敗してても怯まないね、攻めの姿勢は崩さない、いろんなことをしてきてくれますしね、そうそうそう、見てて面白いですね、はい、だからまあ楽しみだなというふうに思うけどね、はい、まあやっぱこう、ね、レギュラーシーズンっていうのは落ち着くね、で選手たちもなんか安心感を持って戦ってるというさ、うん、いつも戦ってるメンバーだし、うん、まあ相手だからね、うん、だからそういう意味ではなんか落ち着いた野球ね、ただやっぱりこうセ・リーグでは阪神がちょっと心配ということ、うん、ちょっとねそこら辺順位がこうね入れ替わったりしてセ・リーグはそうだね目まぐるしいですが、まあ、パ・リーグもね、はい、結局首位攻防戦と言っておきながら、はい、1位ソフトバンク、2位ロッテ、3位オリックスというような、そうそう、ね、もうね対戦編でゴロゴロ変わっていくからね、ゴロゴロ変わりますね、はい、うん、だからまあそうだね、セ・リーグではやっぱ巨人も心配だね、坂本ね、怪我したし、うん、で、まあ、阪神も心配、うん、でパ・リーグでは日本ハムが楽しみ、楽しみ、うん、うん、ね、でロッテも楽しみ、これはなぜかというとホームランが出始めたということだよね、うん、はい、うん、まあそういう3連戦をお送りしましたが、はい、ね、明日も試合あるんだよね、なんかね、楽天がね、結構月曜日に試合が、うん、来月もう結構入ってますので、ね、これね変則になってくるとね、この取り方っていうのが難しくなって大変になってくるわけよね、はい、そういうね問題もありますが、そうですね、ちょっと考えましょう、はい、ということで、はい、ね、また木曜日3連戦を振り返るお届けしたいと思います、うん、はい、ね、それではまた